オーバーオールでナースケさんと山沢さんどっちが勝ちますか。おはようございます。なんと大会2日前になりました。そしてですね、今急遽ですね、本来予定していた動画の内容、サムネイル、タイトルなどなど変更して緊急で動画を撮ってるんだけども、だからオーバーオールに上がれないって山沢さんは。ナースケもだからこれといって別に俺すごい、もちろんね、気持ちは言ってほしいよ。けど、そんな甘くないんだって。FWJ のビーフ届きのリージョナルって。有名だから勝てるとかないから、普通に。だから、俺は、二人とも勝てるとも思わない。山沢さん、オーバーオール無理じゃないかな。と思う。寺島亮さんって知ってるかな？フィジックのね、IFBB プロ選手で超有名な選手なんだけども、で、ナースケのコーチでもあるのね。そのフィジックのプロから見ても、僕はオーバーオールに行けない。で、この寺島さんの意見って、まあ、客観的に考えたら一番正しいんですよ。で、でも僕とナースケってまあ、あくまで自己評価じゃないですか。で、僕のコーチの持田さんは、自身もフィジック選手、ボディービル、クラシックフィジックと何通りもやって、てるかつ一流のトレーナーなんだけど、 FWJ には出たことはないのね。 JBBF の選手だから。で、寺島さんって2年前ぐらいの FWJ のビーフ佐々木クラシックでオーバーオール優勝してるので、その後のプロクオリファイでもうダントツで優勝してプロになってる。なんかそんな寺島さんが、そう、僕はオーバーオールに行けないみたいです。で、この動画を今日もう朝5回ぐらい見たんだけどね。まあ、本音を言うと、僕は 100% 優勝できるって思ってて、もちゃこちゃが 120% 優勝できるってね、言ってくれてる。あれ？やっぱビーフ佐々木クラシックってそんなに甘くないのかな？今の自分ではまだ通用しないのかな？っていう思いはね、まあちょっと出てきてるよ。なんて言っても今回出場人数600人、もう1年で一番出場選手が多い、まあ超ビッグコンテストなんで、オーバーオール優勝ってそこの総合1位を取るって言ってるってことだから、まあ、難易度はかなり高いよね。ただそれでも僕は持田コーチと自分を信じたいっていうのもね、ちょっとね、昨日の時点のコンディションをね出します。本当はこれをサムネイルにする予定だったんだけど、昨日まだ水7リットル塩分 18g 取ってる中で、まあ、めちゃくちゃむくんでる。そんな中でもこれだけのコンディションになるって、もうおそらくもう持田コーチ以外誰も予想できなかったことなんですよ。僕自身も初めての挑戦方法だったから、こんなになると思ってなかったし、フィジックのプロ選手とか見ても、あ、山沢さん今回絞り甘いなって多分思ってたと思うんでね。まあ、寺島さんの予想は、まあ、それ以前に僕のフィジーク自体が勝てるフィジークじゃないって予想してるのかもわかんないけど、ただこのコンディションは、持田さん以外わかんなかったはずなんで、結論、こっからさらに体は本番に向けて良くなるんで、まあ、持田さんを信じて、自分を信じて、変わらず、オーバーオール優勝、取りたいと思います。まあ、でも寺島さんがこう言ってくれたことはね、すごい良かったと思ってて、まあ、より大会が盛り上がるよね、これで。なので、ますます面白くなってきました。そんなことより朝ごはん。カーボアップですよ、カーボアップ。本当はね、朝お餅を焼くシーンから今日スタートする予定だったんだけどね。もう餅を焼くためだけにこれ買ったんだからね。どうかね。やっぱ新潟に住んでた身としては、佐藤の切り餅、これでしょう。で、今日餅を11個食えるんですよ。朝から3個3個3個2個で、うわ、やった、最高じゃーんとか思ってたんだけど、逆にタンパク質と脂質あんま取れないの。だからカロリー計算したら1800キロカロリーぐらいしかなくて、むしろ油が少ない1800キロカロリーって超腹減るんですよ。いや、だから今日えげつない空腹に襲われると思うんだよね。大会2日前なのに。あ、まだちょっとはいいか。で、今日タンパク質は牛肉を 200g と鶏肉を 200g だけ。だから1回 100g しか食べれないから最低限だね。あら、減っちゃうよ。で、昨日まで炭水化物をね、かなり少なくして、こう体から炭水化物を枯渇させてたから、筋肉のグリコーゲンっていうのが結構もう空になってる状態なのね。そっからいつもより多く炭水化物を取ってあげると脂肪にならずに筋グリコーゲンになりやすいから、ここから大会にかけてどん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 筋肉が張ってくる。めっちゃいい匂いする。見て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 、やばいやばいやばい、おいー。てか昨日カラーリングした。これまたシャワー入ってないからこっから落ちちゃうけど、水は1日7リットル飲んでたのが今日は2リットル。一般の人からしたら2リットルって普通かもしれないけど、僕からしたらもう超喉乾く。で、塩分が1日 6g、 18g 取ってたのがだいぶ減るね。塩分換算で6にしようかな。牛肉と餅、ただのお餅なんだけどめちゃめちゃ楽しみだわ。おお、いただきます。普通にうまい。でもなんかつけたい。本当はね、結構カーブアップで餅にあんこつけたり蜂蜜つけたりってできる選手もいるけど、僕はその指示がないんで、牛肉おかずに餅を食うしかないか。合うかな。
うめ。で、これまでなんで自分は大量の水を取って大量の塩分を取ってそんなにね、顔と体むくんだ状態作ってきたかっていうと、大会前日前々日にゼロにしなくていいためなんですよ。例えば普段から水 2,3 リットルしか飲まなくてね、塩分も普通の量だったとしたら、じゃあ水抜き塩抜きしますってなると、大会前日水飲めないとか塩分取れないとか、もともと普通のとこからかなり削らなきゃいけなくなっちゃうのね。夏場なのに水飲めないとかもう地獄なんですよ。そう、だから専門用語でウォーターローディング、ナトリウムローディングっていう言い方もするんだけど、大会前は高く取っといて大会直前は半分とか3分の1にすればいいっていうね。体黒くて顔とか手先だけ白いからちょっと恥ずかしいよな。やっぱちょっときついな。これもともと僕が作ってたレイっていうブランドだけど、なんか大会当日厚着をしたいの、結構汗かきたいから。だけど筋肉やっぱついてるからきつくて、なんで今からちょっとナイキかアディダスで大会当日用のお買い物しようかな。ザ・フィナルファンや。これ食べたい。あとこれ、これやばい。初めて来たんだけど、すげえ。今の時期は店頭にジャケット系はねなかったっす。3回目のお餅。そう、今日明日は回復期間なんだけど、なんか一日中寝てるよりも軽く歩いたり血流良くしてあげた方が、アクティブレストって言うんだけど疲労回復するから、ちょっとだるいけど外出てみようって出たんだけど、もう外34度とかで、とてもじゃないけどこの水抜き塩抜き中に外歩くかないほうがいいなっていうことで、もう今日ちょっとね家で大会に向けて準備したり、いかんせん部屋が散らかってるんで、減量中あるあるなんだけど、ちょっとお片付けしたりね。てか腹減ってきついな。2食目3食目はね、鶏肉を 100g と餅3つ。これ気づいたんですよ、ちょっとカリッと焼いたお餅に塩だけつけて食べるんだけど、まんませんべいなんだよね味が。普通にうまい。で、今日はまだカロリーも低いし、なんといっても何ヶ月間の疲労が蓄積してきて、それが1日では抜けないんで、さすがにねきついけど、今日完全に休んで明日は結構カロリー取れるんですよ。2400キロカロリーぐらい。そうなるとさすがに体も回復するかなっていう。見えるかな血管。はい、というわけで大会2日前の動画もこれで締めたいと思います。コメントでね、2日間とも動画見たいってね言ってくれた方ありがとうございます。結構多かったね。なんで明日も動画、当日の動画をねリアルタイム出す予定なんで、明日は結構ね当日に必要なものの買い出しが多いです。今回持ち出し機当日の食事が独特のものがめちゃくちゃ多いんですよ。全部僕の好きな食べ物ばっかなんだけど、はい、そういったねちょっと買い出しにまた明日出たいと思います。で、明日さらに水が抜けてね、また体変わるんで、体重でいうと多分2キロ近くね落ちるんですよ。この皮下水分が全部ブワーって抜けて。なんで明日の変化も楽しみに待っててください。それではまた次の動画でしましょう。またね。